ルドウィックだ。キッズの頃普通にヨッシー以外誰も知らなかった。いやマリオは知っとけ派生作品や、ヨッシーは。確かにリンクも知らないっちゃ知らない。いやピカチュウは知っとけ、カービィも知っとけ、ヨッシーだけ知るな。待って、でも普通にガチで誰って思ったキャラクターは最近だとなんだろう、言うてバン悪魔城ドラキュラも言うて参戦ムービーでクロス出た時、あー悪魔城じゃーんってなったけど、誰だろう本当に、何ってなったの。言うてまあそんなニッチな作品はいねえからな。めんめん番数、まあでもさすがにでかいタイトルだから知ってたよ。アームズとかも。ジョーカー知らんかった。まあ知らんやつは知らんかも。ジョークのガキジョーカー挽回しなかった。まあ俺らぐらいで、俺らも言うて世代でもないしな。1997年代に兄ちゃんいるから64があってみたいなだったしな。浮いてベレット、あベレットも俺最初風化せつけてやってなかったから知らねえって思ったわ。でもなんかまあ FE は大体そう、やってなかったらマジで知らんから。ゲームオの現役世代けどめっちゃ嬉しかったわ。おじいちゃん、確かに俺ゲーム&ウォッチはってなったわ。何これスマブラオリジナルキャラってデラックスで最初に出た時。危ねえ、傘手いてーけど勝ったジョーカーゼノブレード割とこちら側に寄り添ってきた。あーでも俺ゼノブレードやってないかったので、ホムヒカもツイッターのキャラじゃんってなった。いやさすがにごめん知ってた。まあでもゲーム&ウォッチぐらいじゃね。何これ知らねってなったの。いやまあキャプテンファルコンも言うてガキん時は知らねえってなったけど、まあ俺はチビロボとか出てほしいな。好きなんやチビロボマジで。ゲームキューブのベストゲームっつったら俺チビロボ入るかもしれん。危ねえ、ほら反転してて偉い。はい、ここ。おー危ねえ、あいよー、あいよー回避上がり。最近回避上がりをやるときはマジで気合い入れる。いて、いくぞ回避上がり、よしさすがにでも次は狩られる絶対。あいよー回避な、回避上がり狩られるだろ、みんなに見せたかった。あいよー回避上がりもう回避上がりをこすりまくることに命をかける。でここに来てやっとジャンプ上がりが生きるんですね。よっしゃ、痛すぎ痛すぎ。あいよー、はい、あいよー一丁入りま、撃墜しないんですよこれ実は。見てくださいよ、端っこで 113% のウルフ撃墜しないんですよ。いて、何、パ PK ファイヤーや、 PK ファイヤー撃墜や。まあそんなことで小戦場をまたこするわけなんですけども、はい、とりあえずあぶね、蝶ずらし、はい、うーまあ上スマ判定がでかいのだ。これ下スマだったら当たんないんだよな。チナお願いします。いいでー、さすがに新品空母だ。
やべ、はい、投げて、いてー、やべ、変な、あぶねー俺の空母の方がでかかった投げて、うー、はい、あぶねえうん、そっちか、あと一発、こいつも、こいつも待つじゃねえか、大事下で待てんじゃねえかよ。いやまあピシュンピシュンはいいか、そうめんは別に、うんうんうん、300円でなえるんですよ。そう、人間だからね。だけで、さすがに、ムーグーゴーウエスマン、いて、長こいつ、いて、ウエスマでいいか、なあだが、なんかすごい燃えてる、ほら、生きてる、生きてない生きてない、あと昨日ちょっと調べたけど、結局、あ、結局預け荷物ってあれらしい、なんかちょっとでかくてもいいらしい、結局重さが大事なのであって、ちょっとぐらい規定のサイズ超えててもなんか見逃されるらしいっていうのを知った。よいしょ、ほら、まずい、何お前これ拾うのかよ、これ生きるよな、いあれあれお前も生きなかったし、生きなかったし、お前もPK ファイヤーマジで良くないオンラインだから通ってるのであってあんま通んないわ、ほらほら生きてる、ほらファルコは意外とないのだ、ないのだ復帰が。